立憲民主党杉尾秀也当選。参選の長野選挙区において、立憲民主党の杉尾さんが当選してしまいました。こちら、対立候補に対する週刊誌報道があり、適質で勝利したような形になってしまっておりますが、この週刊誌報道が選挙妨害とみなされる恐れもございますけれども、杉尾さん、国会議員として選ばれたのであれば、ぜひともまずは、国会議員としての品位、品格を守っていただき、 国民のために、日本のために仕事をしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。